世界史に影響を与えた戦いランキング第52位はユスティニアヌスの征服戦争だー。イエーイ、サムネで知ってたけど。イエーイ、都市国家として誕生したローマは拡大を繰り返し、ついには地中海一帯を支配する巨大帝国となった。イングランドとトルコとスペインが一つの国だったということは現在では考えられないことであろう。さらにエジプトやフランス、ギリシアも一つの国だったのだね。だがその巨体を維持し続けることは不可能だった。パクスロマーナと呼ばれる時代から危機の3世紀を経てローマは分割統治される。テトラルキアだね。だがテトラルキアも皇帝たちの争いを引き起こして破綻し、コンスタンティヌス帝の元ローマは再び一つの国となる。その際コンスタンティヌス帝は現在のイスタンブールの地にコンスタンティノープルを建設した。新たな都かい？その解釈には様々な議論があるな。ローマには元老院などが健在だったので首都権能は移っていなかったという意見もある。一方でコンスタンティノープルが新たな首都として機能したという意見もある。なかなか難しいのだね。いずれにせよコンスタンティヌス帝が西方ではなく東方を重視したのは確かだ。そしてコンスタンティヌス帝死後ローマは分裂と統合を繰り返し、395年にテオドシウス帝が死ぬとローマは大きく東西に二分割された。詳しくはローマ帝国の分裂を見てね。今回の話はこの辺りから始まっていると言える。東西分裂の少し前からローマ帝国西方はゲルマン民族による激しい侵攻を受けていた。東方はそうでもなかったのかい？そんなことはない。だが東のローマ帝国はゲルマン民族の侵攻に耐えることができた。一方西のローマ帝国は耐えきれず、476年に消滅してしまう。詳しくは西ローマ帝国の滅亡を見てね。この際西ローマ皇帝を廃したオドアケルは、ローマ皇帝を東ローマ皇帝ゼノンに返上している。その上オドアケルはゼノンに対して臣従の意を示した。オドアケルはローマの元老院などはそのままにし、統治体制はそのままにしている。つまりどういう状態だい？この状態についての評価は定まっていない。オドアケルの国、なるものができたという意見もあれば、ローマ帝国が存続していたという意見もある。少なくとも東ローマ帝国の認識は後者だった。つまり西ローマ帝国は滅亡していないと。ローマ帝国皇帝位は返上されたのだから、西方も唯一のローマ帝国領であると。今回の主題であるユスティニアヌス帝の征服戦争はそのような意識のもと起こっている。どうも認識の違いがあるようだね。歴史とは後の世からの評価だ。問題は誰が評価したかということだ。誰が評価したのだい？現在の世界史は西欧人が評価した西欧史観で作られている。日本における世界史は特にドイツ史観が下敷きになっている。なぜドイツ？日本の世界史は1887年に東京帝国大学に史学科ができた時に始まったと言えるのだが、そこで教鞭を取っていたのがリースというドイツ人歴史学者だったのだ。いわゆるお雇い外国人だね。西欧史観では476年の時点でローマ帝国は滅んでいたんだよ。だから東のローマ帝国をわざわざビザンツ帝国と呼んでいる。ビザンツ？コンスタンティノープルはもともとビザンティオンがあった地に建てられた。そのビザンティオンは古代ギリシア人が作った植民都市で、ギリシア人の国という意味でビザンツ帝国と呼んだわけだ。なぜギリシア人？ローマ帝国の中枢だったイタリア半島ではラテン語が広く使われていたが、東方ではギリシア語が広く使われていたのだよ。そういえば新約聖書も古代ギリシア語で書かれたのだったね。アレクサンダー大王による東方遠征の影響で、ギリシア伊東ではコイネーと呼ばれる古代ギリシア語が浸透していたんだ。ユスティニアヌスよりも後の時代のこととなるが、ビザンツ帝国ではギリシア語が公用語になっている。ローマ帝国なのにラテン語ではなくてギリシア語が公用語になっていたわけだね。なおいつからビザンツ帝国なのかは特に決まっていないが、ビザンツ氏はコンスタンティヌス帝から始めることが多いようだな。ビザンティオンに都を建てたのがコンスタンティヌス帝なわけだしね。なのでこのチャンネルでは普段ビザンツ帝国をローマ帝国と呼んでいるが、今回は東ローマ帝国をビザンツ帝国と呼ぶぜ。イエーイ。
ローマ皇帝位返上後、オドアケルは東ゴート族の王であるテオドリックに敗北した。以降イタリアは東ゴート王国の実効支配権に入る。ビザンツ帝国としては由々しき事態だね。もともとテオドリックはビザンツ帝国の要請でイタリアに侵攻している。ビザンツ帝国が、なぜに？テオドリックは8歳から18歳までの時をコンスタンティノープルで過ごしている。ビザンツ帝国としてはテオドリックにイタリアの奪還を命じたことになる。どうやらオドアケルとビザンツ皇帝ゼノンの関係は悪化していたようだな。じゃあビザンツ帝国の目論み通りになったわけだね。今回の主役であるユスティニアヌス帝は、西ローマ帝国が消滅したとされる476年から数年後の483年に生まれた。どうやら彼は農民として生まれたようだ。農民から皇帝になり上がったのかい？ユスティニアヌスがビザンツ皇帝になれたのは、叔父であるユスティヌスの存在が大きい。ユスティヌスもまた農民として生まれたが、プラエトリアに、いわゆる親衛隊に入隊した。プラエトリアにってこの時期になってもあったんだね。ユスティヌスは順調に戦功を重ねたようで、近衛兵団の長官にまで上り詰めたらしい。ローマ帝国では近衛兵団が実権を握ったこともあったけど、ビザンツ帝国ではどうだったんだい？それほど事情は変わらなかったと言える。518年、ユスティヌスはついにユスティヌス一世としてビザンツ皇帝となった。上り詰めたね。具体的な年代は不明だが、ユスティヌスはユスティニアヌスを養子とし、コンスタンティノープルに呼び寄せていた。ユスティヌスは文字の読み書きができなかったらしいが、老いで養子のユスティニアヌスには十分な教育を施した。そのためユスティニアヌスは文字の読み書きはもちろん各方面に豊富な知識を持ち、歴史に残るような文化事業も成している。有名なローマ法大全はその代表だね。ローマ法大全は現代社会における各国の法律に直結していると言っても過言ではない存在だからな。詳しくはローマ法の成立を見てね。ユスティニアヌスもどうやら近衛兵団に入隊したらしい。そして525年にはカエサルに任命されたようだ。カエサルはこの時期には実皇帝という意味になっていたんだったね。イギリスにおけるプリンスオブウェールズに似た言葉になっていたな。プリンスにはもともと王子の意味はなかったのだったね。ユスティヌス一世はローマ皇帝としては珍しく70代後半まで生きており、その治世の後半は実質的にユスティニアヌスが実権を握っていたとされる。70代後半で皇帝の激務に耐えるのは難しそうだものね。ユスティヌス一世は527年の8月に死んだ。そしてそれは後に大帝と呼ばれるユスティニアヌスによる治世の始まりでもあった。ユスティニアヌスの目的は、湿地を取り戻すこと。言い換えればローマ帝国の再統一であった。でもそれはかなりの広さを征服しないといけなくなるよ。実際にかなりの広さを征服したのがユスティニアヌス帝だったわけだ。ユスティニアヌス帝が即位した時、かつて西ローマがあった地域には様々なゲルマン系国家が乱立していた。イタリアには東ゴート王国、イベリア半島には西ゴート王国、北アフリカにはヴァンダル王国、現在のフランスにあたるガリアにはフランク王国、イングランドにはアングロ族とサクソン族とジュート族の王国群、これらすべてゲルマン民族の国であった。ラテン民族の国ってなくなっちゃったんだね。ウェールズなどにはラテン人の末裔とも言えるブリトン人の勢力もあったがな。そして住民の多くはラテン人の子孫だったと考えられているが、圧倒的にゲルマン人が支配的であった。完全にゲルマン人に支配されている形だね。しかもゲルマン人の王侯貴族はゲルマン人の王侯貴族同士での婚姻を繰り返し、封建体制を確立していった。旧西ローマ帝国領内において、一部の例外的地域を除いて非ゲルマン人が支配者になることはできなかった。その上この時期のゲルマン民族にはアリウス派が多かった。ラテン人はアタナシウス派が多かったのだったね。コンスタンティヌス帝が参加したとされるニケア公会議にて、三位一体を旨とするアタナシウス派が正統とされ、アリウス派は異端となった。その後アタナシウス派はテオドシウス帝の時代にローマの国教になったというわけだ。詳しくはニケア公会議を見てね。伝承では異端となったアリウスはゲルマニアに赴き、ゲルマン人たちに布教したのだという。そのためなのかはわからないが、フランク族を除くゲルマン人たちは未だアリウス派を信奉していた。
ラテン人たちからすれば、異端、なわけだね。ユスティニアヌス帝の遠征は、聖戦、を大義名分としていた。すなわち異端支配からの解放。宗教戦争なわけだね。宗教を大義名分とした征服戦争だな。とはいえユスティニアヌスはすぐに征服戦争に乗り出せたわけではない。何かあったのかい？ユスティニアヌスには敵が多かった。中でも最大の敵はササン朝ペルシア帝国であったと言える。ユスティニアヌスの前代、つまりユスティヌス一世の時代からビザンツ帝国はササン朝と戦争していた。ずっとペルシア勢力とは戦争しているイメージがある。ササン朝との戦争は一進一退。そうこうしているうちに国内ではニカの乱が起きた。名称から察するに国内で起きた反乱だね。ニカの乱については本題ではないので今回は軽く触れるにとどめよう。ニカ、とは人の名前ではなく、勝利者に向けられる歓声のことだ。532年の1月、戦車競技が原因で乱闘が起こり、それが暴動に発展してしまった。この時代にも戦車競技はあったのだね。暴動は反政府運動に発展し、人々は、ニカ、と叫びながら役所を襲撃したという。それでニカの乱というわけだね。コンスタンティノープルは火に包まれた。そのあまりの勢いにユスティニアヌスは逃げ出そうとしたと言われる。しようとした、ということはそうしなかったということかい？こうしてオドラがユスティニアヌスの前に立ち、白布こそが死に装束にふさわしい、と叱咤激励し、思いとどまったということだ。どういう意味？白布は皇帝が着る帝衣、つまり逃げるよりも皇帝として死ぬ方が良いということだ。肝が据わっているね。テオドラはもともとは踊り子であったと言われているな。ユスティニアヌスはニカの乱を鎮圧し、一方でササン朝との間に平和条約を結んだ。そしてローマを再統一すべく征服戦争に乗り出したのである。自ら兵を率いての遠征かい？アレクサンダー大王やチンギスハーンと違い、ユスティニアヌスは自ら兵団の指揮を取ってはいない。ユスティニアヌスの征服戦争、とは題したが、実際に兵を指揮したのはベリサリウスという将軍だ。じゃあ、ユスティニアヌスの時代に起きたベリサリウスによる征服戦争、というわけだね。ベリサリウスの出自についてはよくわかっていない。トラキア出身らしいということはわかっているが、どうやって軍司令官にまで上り詰めたかは不明だ。それでも重要な戦いの指揮官を任されたのだね。どうやらユスティニアヌスが兵団にいた時からの関係らしいな。533年、ベリサリウスは兵団を率いてバンダル王国に侵攻した。バンダル王国？簡潔に言えばゲルマン民族の一派バンダル族が北アフリカに作り上げた国だ。その勢力は時としてサルデーニャ島やシチリア島、イベリア半島に及んだこともある。かなりの勢力を誇ったようだね。英語には、バンダリズム、という言葉があり、その語源ともなった。どういう意味だい？野蛮な行為、文明破壊、破壊行為。そのような意味がある。かなりネガティブな言葉だね。5世紀の半ばにはローマにて大規模な略奪を行っているからな。ユスティニアヌスはバンダル族をして、体と精神の敵、としている。精神の敵ということはバンダル族はアリウス派かい？バンダル族のオーゲリメルはアリウス派キリスト教徒だった。故にアタナシウス派を信奉するユスティニアヌスから見れば異端であった。キリスト教徒は異端には厳しいもんね。実はユスティニアヌスが即位した時、バンダル王国とビザンツ帝国の関係は悪くはなかった。当時のバンダル王ヒルデリックは、ローマ皇帝の娘の子にあたり、アタナシウス派に寛容であったのだ。王が変わってビザンツ帝国との関係が悪化したということかい？クーデターによってゲリメルが王となり、ビザンツ帝国との関係が悪化したわけだ。533年、ベリサリウス率いるビザンツ艦隊がコンスタンティノープルを出発した。輸送船500隻、戦艦92隻の大艦隊であったという。まさに国家戦力を投入したわけだね。途中東ゴート王国が支配するシチリア島により、補給を受けている。ということは東ゴート王国はビザンツ帝国の味方だったわけだね。シチリア経由でビザンツ艦隊は北アフリカに上陸し、ビザンツ軍はカルタゴに向かった。カルタゴは復活したのだったね。第三次ポエミ戦争で破壊されたが、カエサルやアウグストゥスなどユリウス家によって再建された。533年9月、カルタゴ西方のアドデキウムと呼ばれる地で両軍は激突した。ベリサリウス率いるビザンツ帝国軍は勝利し、カルタゴの占領に成功する。
古代ローマがあれだけ苦労したカルタゴの攻略を、こんなにもあっさり成し遂げてしまったのか。ゲリメルはヌミディアに逃れ、そこで軍団を再編成し、カルタゴの奪還に向けて動き出す。533年12月、両軍の間でトルカマリンの戦いが行われた。そして再びベリサリウスの勝利に終わる。ベリサリウス強いね。なおトルカマリンの戦いにはフン族が参加していたことがわかっている。どちら側でだい？ビザンツ帝国側でだな。ベリサリウスはフン族の忠誠心に疑いを抱いていたのだという。いつ離反してもおかしくなかったようだな。その状態で戦うのはなかなか難しかっただろうね。フン族はビザンツ帝国の勝利が見えてくるとようやくバンダル族への猛攻撃を行ったとされる。トルカマリンの戦いに勝利したベリサリウスは、そのままヒッポに進軍した。アウグスティヌスで有名な都市だね。アウグスティヌスはキリスト教の歴史を語る上で外せない存在だ。主に北アフリカで活動した教父アウグスティヌスは、神の国、や、告白録、などを表し、ヒッポにてバンダル族の包囲を受けた。教父？古代から中世にかけてのキリスト教著作家、と定義されるな。アウグスティヌスの著作はローマカトリックに大きな影響を与えたのだ。430年、アウグスティヌスはバンダル族の包囲中に死んだ。そしてヒッポはバンダル族の支配する都市となり、それから100年近くが経過していたわけだ。北アフリカの歴史もまた激動の歴史だよね。ゲリメルは早々に逃げ出し、ヌミディアに逃れたが、ベリサリウスによる包囲を受け、534年3月にビザンツ帝国軍に降伏した。これにてバンダル王国は滅び、北アフリカは再びローマ帝国の支配する地となるのであった。1年ほどでバンダル王国を滅ぼしてしまったのか。驚くべき軍災だと言えるな。バンダル王国を滅亡させた後、ベリサリウスはコンスタンティノープルに戻った。そしてかつてバンダル族によって奪われたローマの財宝を持ち帰り、凱旋式を挙行したのだという。この時期でも凱旋式の文化は残っていたんだね。ベリサリウスは特別だったようだな。凱旋式は古代ローマ黄金期の文化であり、ローマ黄金期の復活を目論むユスティニアヌスの征服戦争では象徴的な意味合いを持った。そしてローマ帝国復活のためには、どうしても外せない場所があった。ローマだね。バンダル王国攻略からほどなく、ベリサリウスはイタリアに向かうのである。この頃イタリアは東ゴート族が支配する地となっていた。この頃東ゴート王国とビザンツ帝国はどのような関係だったのだい？形的には従属関係に近かった。東ゴート王国はビザンツ帝国の後ろ盾で成立した部分があるからな。東ゴート族もまたアリウス派を信奉していた。ゲルマン民族は本当にアリウス派が多かったのだね。一方でイタリア半島に住まう人々の大半はアタナシウス派であった。それでも東ゴート王国がイタリアを支配できていたのは、軍事力とビザンツ帝国の後ろ盾の賜物だった。それだけ、ローマ、の名は大きかったのだ。この頃はビザンツというよりもローマって感じだったんだね。東ゴート王の権限は制限的で、ローマ市民権の付与や自由な立法などもできなかった。法律に関して言えばローマ法の範囲内で布告を行うことだけだったという。立法って国家権力のかなりの割合を占めるよね。法を作り出すというのは非常に大きな権限だからな。テオドリックの死後、東ゴート王はビザンツ帝国の承認を得て即位するようになった。だが中世の神聖ローマ皇帝よろしく、必ずしもビザンツ帝国が東ゴート王の承認を与えたわけではない。実際神聖ローマ皇帝になれないローマ王が存在していたね。東ゴート王国の建国者であるテオドリックには、後継者となる男の子がいなかった。そこで娘アマラスンタの夫であるエウタリクスを後継者に指名していたのだが、だがビザンツ帝国側はなかなか承認せず、ユスティヌス一世の時代にようやく承認されている。あまり良好な関係とも言えないようだね。関係悪化の原因はやはり宗教であった。ユスティヌス一世はアリウス派への弾圧を行い、東ゴート王国がそれに反発したのだ。宗教改革の春改善から、欧州はこんな感じなんだね。テオドリックは抗議のためにローマ教皇ヨハネス一世をコンスタンティノープルに派遣した。ヨハネス一世はビザンツ帝国で歓迎され、東ゴート領内では反東ゴート的感情が高まる。ローマ教会とビザンツ帝国の関係は、この時は良好だったわけだね。
だが東郷東雨はそれに危機を感じ、帰国したローマ教皇ヨハネス一世を捕らえ、ヨハネス一世は捕らえられたまま死んでしまった。526年にテオドリックが死んだ。後継者になるはずだったエウタリスクが死んでしまっていたため、娘アマラスンタが摂政に就任する。アマラスンタはビザンツ帝国との融和に努めたが、ゴート民族主義者たちがこれに反発。似たような流れを世界中のあらゆる場所とあらゆる時代で見る気がする。それでもシチリア島での補給に見られるように、東ゴート王国は新ビザンツ路線を歩んだ。なのにビザンツ帝国はイタリアに侵攻したのだね。きっかけはアマラスンタの息子であるアタナリクスが死んだことであった。アマラスンタは王族の一人であるテオダハトと結婚し、テオダハトがゴート民族主義者たちと結びついた。これはビザンツ帝国との関係を悪化させる予感。テオダハトはアマラスンタの敗意を宣言し、ついには暗殺してしまった。そしてユスティニアヌスはそれを侵攻の口実にしたのである。かわいそうなアマラスンタ。再び司令官に任命されたベリサリウスは、北アフリカからシチリア島経由でイタリア半島に侵攻した。陸路ではなく海路を取ったのだね。かつてカルタゴと古代ギリシア勢力が、カルタゴとローマが、長年にわたり抗争を繰り返してきたシチリア島だが、ベリサリウスは瞬く間に攻略してしまった。ベリサリウスの強さは一体どういうことなんだよ。世界史全体で見ても異常と言えるほどの強さだ。ただそのベリサリウスでも、イタリア攻略は簡単にはいかなかった。シチリア島からイタリア半島に入ったベリサリウスは、ナポリの攻略に取り掛かる。ナポリはもともと古代ギリシア人が建設した都市だったね。一方東ゴート王国ではテオダハトが廃位されていた。何がどうなったらそうなるんだ。ベリサリウスは交渉による征服を試みた。それをテオダハトは受け入れようとしたのだが、ゴート民族主義者はその態度に憤慨したのだ。民族問題はいつでも大変だ。ベリサリウスはナポリを早々に攻略すると、ローマに向かって進軍を開始した。そして瞬く間にローマを攻略してしまうのである。これで目的達成だね。ベリサリウスがローマを攻略した頃、テオダハトは殺され、新たにウィテギスが東ゴート王になっていた。ウィテギスは軍団を結成し、ローマに向かって進軍した。そしてビザンツ帝国に奪還されたローマを包囲したのである。包囲戦が開始されたわけだね。一進一退の包囲戦は約1年続いた。ビザンツ側が補給を受けたことやゴート族側に疫病が流行ったこともあり、ベリサリウスはローマの防衛に成功する。でもなかなか苦戦したようだね。538年の3月にゴート族は包囲を解き、撤退する東ゴート王国軍をビザンツ帝国軍は追撃した。さらにベリサリウスは北イタリアの諸都市を次々と攻略し、ナルセス率いるビザンツ帝国軍との合流を果たす。これで無敵ですね。そうでもない。ベリサリウスとナルセスは非常に仲が悪かったのだ。二人の連携のあまりの悪さに、ミラノを東ゴート軍に奪還されている。真に恐れるべきは有能な敵ではなく、ナルセスがコンスタンティノープルに呼び戻されてようやくベリサリウスは調子を取り戻し、イタリア中部を平定し、東ゴート族の本拠地であるラベンナを包囲できた。だがここでベリサリウスは本国に戻されてしまう。もう少しなのに？ベリサリウスは東ゴート族との交渉を余儀なくされた。だが交渉は決裂し、ベリサリウスはラベンナの包囲を続行する。召喚命令を無視して大丈夫かい？結論から見れば全然大丈夫ではなかった。ベリサリウスと東ゴート族の間で再び交渉が開始され、東ゴート王ウィテギスはベリサリウスを西ローマ皇帝にすると述べた。まるで魔王が出すような条件だ。ベリサリウスはその条件を受けた。え、受けてしまったのかい？受けたふりをしてラベンナを占領したのだが、この時の行動はベリサリウスに破滅をもたらした。ウィテギスはもちろんユスティニアヌスもベリサリウスが本当に西ローマ皇帝になろうとしていると思ったのだ。敵を騙すにはまず味方からだとは言うけれど。ベリサリウスはイタリアでの軍事危険を剥奪された。その背景にはササン朝ペルシア帝国による侵攻があった。ユスティニアヌスはベリサリウスを東方に派遣し、ペルシア帝国と戦わせたのだ。イタリアはどうなるんだい？東ゴート族との戦いは続いた。ベリサリウスがいなくなったこともあり、東ゴート族は勢力を盛り返す。そしてビザンツ帝国軍は連戦連敗し、
543年にはナポリを失ってしまう。ベリサリウスがいかに有能だったかがわかるね。546年にはさらにローマも失い、549年にはダルマティアも失っている。ベリサリウスは？ベリサリウスがどうなったかはよくわかっていない。伝承によれば宮廷人たちからの残言を受けて罰せられ、視力を失ったという。それが本当であればひどい話だ。だが551年に起こったブスタガットウームの戦いにてビザンツ帝国軍は東ゴート王国軍を撃破し、東ゴート王トッテラを殺害。これにて東ゴート王国は滅亡した。詳しくは東ゴート王国の滅亡を見てね。ここからはユスティニアヌス戦争の意義及び世界史に与えた影響についてだ。一時的とはいえ、ローマ帝国はローマを取り戻した。一時的なんだね。ビザンツ帝国はローマの支配を長続きさせることができなかった。そしてその理由とこの戦いが世界史に与えた影響は密接な関係がある。どういうことだい？イタリアの荒廃。それがユスティニアヌス戦争が世界史にもたらした影響だ。ローマ帝国が成立して間もなく、イタリアの人口は1000万人を超えたと見られている。おそらくだがローマだけでも100万人を超えていた。かなりの人口を要していたのだね。ユスティニアヌス戦争後間もなく、イタリアの人口はその半数をはるかに下回る水準、推定400万人ほどになったと見られている。戦争の影響かい？それ以前から人口の減少は見られていた。だがユスティニアヌスによる征服戦争、殺人的な増税、疫病の流行などにより人口は激減してしまうこととなった。イタリアの死。そう読んでも差し支えないだろう。そこまでなんだね。ユスティニアヌスのペスト、と呼ばれる言葉がある。これは6世紀半ばに地中海世界に広く蔓延した疫病のことで、戦争によって広まったと見られている。戦争って疫病を運ぶんだよね。この疫病の被害は深刻で、都市によっては人口の5分の1が死んだという。35人クラスなら7人が死んでしまった計算だね。ペルシア、小アジア、東欧、エジプト、北アフリカなどで深刻な被害をもたらし、経済、社会、政治、文化、宗教などあらゆる方面に影響を及ぼした。ユスティニアヌスが死んで間もなく、イタリアの覇権はランゴバルド族に奪われる。帝国はあらゆる面で疲弊していたのだ。ランゴバルド族もゲルマン人の一派だったね。だがランゴバルド族もイタリアの覇権を完全に握ることができたわけではなく、ビザンツ帝国もイタリアに領土を残し、ランゴバルド族以外にもフランク族などがイタリアを狙う。さらに世界史的ビッグインパクトイスラム勢力が北アフリカを支配し、シチリア島を経てイタリアに進出。さらには北欧系ゲルマン民族ノルマン人も進出し、イタリア半島は様々な民族が乱立する状態となった。日本の歴史だとちょっと考えられない状態だね。フランスなどと違い、イタリアでは中小国家が乱立する状態が続き、イタリア、として統一されるのはなんと19世紀になってからである。詳しくは、イタリア統一戦争、を見てね。そのような歴史にユスティニアヌス戦争がどれほどの影響を与えたかは明確ではないが、かなり影響があったと言えるだろう。結局ユスティニアヌスが得た領土の大半はすぐに失ってしまうんだよね。北アフリカはイスラム勢力に、イタリアはランゴバルド族などに。その意味でユスティニアヌスの征服戦争は、歌方の夢だったのかもしれない。ユスティニアヌス死後、ビザンツ帝国は急速に衰退した。疫病などの影響もあるが、戦費を使いすぎたのである。戦争はお金がかかるもんね。それを賄うためにイタリアに重税をかけた。その政策はイタリアにとどめを刺してしまった。イタリアとビザンツ帝国の衰退。結局それがユスティニアヌスの征服戦争がもたらした結果だったと言える。まさに歌方だね。ビザンツ帝国の衰退は、イスラム勢力の台頭をもたらした。という考え方もある。でもササン朝やビザンツ帝国が力を持ち続けていたら、イスラム帝国はあそこまで大きくならなかったよね。どこにどう影響を与えたというのは難しいが、ユスティニアヌスの征服戦争が世界史に与えた影響が大きかったことは確かだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。